こんにちは。歴ショックです。今回は、徳川家、天皇家に続いたほか、男系でも続いていた、浅井長政の子孫のその後について紹介します。浅井長政は、織田信長に敗れて自害し、浅井氏は滅亡しましたが、浅井三姉妹は、豊臣家、徳川家に嫁いで、長政の血を後世に残しました。長政の血が脈々と受け継がれ、何重にも重なりながら天皇家までたどり着き、現代の皇室にまでその血は流れ続けています。また、長政の男子は、信長に殺された満腹丸以外にもいたとされており、長政の子孫を名乗る家は、今も全国各地に残っています。今回は、浅井長政死後、長男、満腹丸、浅井三姉妹、その他の子供たちはどのように生き延び、子孫を残していったのか紹介します。朝倉氏のもとに人質に送られ、父の後を追うように殺される。長男、満腹丸のその後、浅井長政には、正室のお市の方との間に生まれた、茶茶、初、郷の三姉妹の他に、側室との間に生まれた長男の満腹丸、さらに三人の男子がいたと言われています。長政は、織田信長によって小谷城まで追い詰められ、落城が間近に迫った時、お市の方と三人の娘を織田方に引き渡し、決戦を前に城を脱出させています。一説には、長政自身にも除名の提案が来ていたと言いますが、長政が提案した父久政の除名が織田方によって保護にされたことから、長政も自刃し、浅井氏は滅亡しました。この時、長政の長男で諸子の満腹丸は、お市の方とは別に城から逃がされ、近江北部の与賀湖のほとりに隠れていたとされます。しかし実際は、満腹丸は小谷城落城時には小谷城におらず、加賀の国に逃れていたとされます。これは、満腹丸が朝倉氏の越前に人質に送られていたためで、浅井氏の滅亡に先立って朝倉氏は織田軍に攻め込まれていたことから、満腹丸は北の加賀に逃れていました。浅井氏は、浅井長政が六角氏から離反して朝倉氏と同盟を結んだ際、朝倉氏に実質的に侵入する形をとっており、朝倉氏の本拠、一条谷に屋敷を構えて奉公する身分でした。お市の方が長政に嫁ぐ前の1564年頃に生まれたとされる満腹丸は、諸子だったこともあり、生後間もなく、朝倉氏への人質に送られていたのです。もっとも、お市の方に女子が続けて生まれたからか、お市の方と養子縁組して、浅井氏嫡男に位置づけられており、そのため、浅井氏滅亡後は、信長から追われる身となります。その後、事故に遭ったのか、両目の視力を失ってしまい、母にあたるお市の方、および織田家の家裁であった、信長の祖母、土田御前を頼って織田家に出頭しました。この時、信長がお市の方に満腹丸の居場所を聞き出そうと、満腹丸を除名すると嘘をついて、満腹丸を捕らえたとする話も残っています。満腹丸は、浅井長政の死後ほどなくして、近江で串刺しの刑にされたとも、関ヶ原で貼り付けにされたともされ、満腹丸の死により浅井氏嫡流は途絶えました。しかし、長政の血は、茶茶、初、郷の三姉妹によって後世に伝えられたほか、長政には満腹丸以外にも男子がいたとされており、浅井氏の血筋は後世につながっていくこととなるのです。豊臣家、徳川家に嫁いだ郷が、皇室にまで長政の血を伝える。浅井三姉妹の子孫のその後、茶茶、初、郷の三姉妹のうち、茶茶は豊臣秀吉に、初は若狭小浜藩初代藩主となる京極高次に嫁ぎますが、茶茶の血筋は豊臣秀頼のこの代で絶え、初は高次との間に子ができなかったため、浅井長政の血は残っていません。一方、三女の郷は、秀吉の養子、豊臣秀勝と、江戸幕府二代将軍徳川秀忠の正室となり、二人との間に子を設けたため、郷を通じて、長政の血は現代の皇室にまで繋がることとなります。郷は、1592年に、豊臣秀勝との間に、娘の貞子を設けていました。郷は、秀勝が同年に、朝鮮出兵の最中に病で亡くなったことで、3年後に徳川秀忠に再婚しており、貞子は姉の茶茶に引き取られ、1604年に豊臣家の人間として、御節家の九条幸家に嫁ぎました。幸家は後に関白となり、貞子は幸家との間に嫡男となる九条道房を設けています。
一方、郷は徳川秀忠との間に三代将軍徳川家光をはじめ二男五女を設けました。このうち三女の勝姫は、結城秀康の子で越前福井藩主の松平忠直に嫁ぎ、鶴姫を設けており、鶴姫は豊臣貞子の子、九条道房に嫁ぎました。その間に生まれた町姫は、父方、母方の曽祖母に郷、妻に浅井長政の血を引いており、婿養子を迎えて九条家を継ぐ九条祐経を設け、その子、九条幸典までつながります。一方、三代将軍徳川家光の娘、千代姫は、尾張藩二代藩主、徳川光友に嫁ぎ、嫡男の徳川綱信を産んでおり、浅井長政の血筋は尾張徳川家にも伝わりました。ちなみに、千代姫の母方の祖母は、石田三成の次女、小石殿で、千代姫は、浅井長政、石田三成と、近江の偉人の血を引いていることにもなります。綱信の孫娘、道君が、同じく浅井長政の血を引く九条幸典の正室となり、九条種元、二条宗元の兄弟を産んでおり、九条家では、長政の血はむしろ濃くなって伝わっていきました。その後、九条家では、九条種元が子を残さなかったため、叔父が後を継ぎ、その子供たちも林にし、断絶してしまいます。しかし、同じ御節家の二条家に養子に入っていた二条宗元の孫、久忠が養子に入ったため、浅井長政の血筋は九条家に残り続けました。久忠の娘、麻子は、幕末の孝明天皇の妃になったものの、子はできず、明治天皇を養子にしており、形上は天皇の母となっています。麻子の弟、九条道隆は、戊辰戦争で、大宇鎮武総督府総督に任じられ、欧州を転戦して庄内藩などと戦い、戦後は当主の長者として公爵になりました。道隆の三女、貞子は、側室の子ではありましたが、1900年に、当時は皇太子だった大正天皇と婚約し、大正天皇の即位後は貞明皇后となります。貞子は、幼少期は裸足で遊び回り、黒姫様と呼ばれるほど活発で、一夫一妻制が皇室に初めて導入されることとなったことから、体の丈夫さを評価され、妃に選ばれました。1901年には、16歳で昭和天皇を出産しており、浅井長政の血筋は、近代以降の皇室にもつながることとなったのです。その後は、上皇陛下、天皇陛下とつながっており、浅井長政の血筋は、400年の時を経て、現代の皇室にまで受け継がれています。また、長政の血を引く天皇自体は、江戸時代前期にすでに誕生しており、御水の王天皇の娘、名将天皇がそれにあたります。名将天皇は、郷の娘で、御水の王天皇の妃となった徳川政子の娘にあたり、長政にとっては、ひ孫が天皇になったことになります。もっとも、女性天皇であったことから、子ができることはなく、名将天皇の血筋が後世に残ることはありませんでした。他にも、長政の血筋は、郷の娘、孫が嫁いだ越前松平家や加賀前田家、尾張徳川家を通じて全国に広がっています。徳川宗家も、7代将軍、徳川家継が亡くなるまでは長政の血を引いており、それゆえ、江戸幕府では浅井氏が持ち上げられ、長政は勇猛な武将として脚色され、現代まで語り継がれることとなりました。浅井氏は滅亡したものの、長政の血は日本史に多大な影響を与えることとなったのです。初によって弟は守られていた。浅井長政の男子のその後。浅井長政の子には、満腹丸と三姉妹の他に、諸子の喜八郎、満寿丸、円寿丸の三人の子がいたとされます。このうち、四男の円寿丸については全く足跡がわからないものの、三男の満寿丸については、幼かったため、小谷城近くの福田寺に入れられ、信長の捜索を逃れたと伝わります。やがて、満寿丸は将兵と豪し、後に現属して浅井直政を名乗り、細川忠興に仕えて熊本藩士になりました。直政の子は、熊本藩士として続いたほか、大分県にも広がっており、現在も、浅井長政の子孫を名乗る家が数家残っています。また、次男の喜八郎は、後に浅井周防守有利を名乗り、織田信長の生存中は表に出ることはなかったものの、信長の死後、信長の子で、秀吉の養子になっていた羽柴秀勝に仕えました。もっとも、
浅井伊織については、長政のことする当時の資料は残っておらず、名前に伊が入っていることからも、伊を通じとする浅井一族の出身とする説も囁かれています。伊織は、姉の茶々の支援を受けていたのか、羽柴秀勝の死後も、豊臣秀長、五奉行の増田長盛と、豊臣家と縁の深い大名に仕えています。しかし、増田長盛は、関ヶ原の戦いで西軍についたため改易され、伊織も浪人となり、豊臣家に保護されることもなく、讃岐丸亀藩主、生駒数正のもとに身を寄せることとなりました。やがて、大阪の陣が始まると、伊織は豊臣方として大阪城に入り、大阪夏の陣では真田信義の軍勢と戦い、その後、大阪城を脱出して生き延びています。しかし、徳川方による残党狩りは厳しく、伊織は、小浜藩二代藩主となっていた京極忠隆を頼って、若狭へ落ち延びました。京極忠隆は、初の夫、京極高次の子ではありましたが、初の血は引いておらず、伊織は、忠隆というよりも、姉の初を頼った形です。初は、この頃すでに、夫の高次を亡くしており、上皇院と号して、大阪冬の陣では、豊臣方の代表として、徳川方と和睦交渉をしていました。初は忠隆を説得し、伊織は客分待遇として500石を与えられ、提発して作案と名乗ります。初は、大阪の陣から18年後、1633年に亡くなりましたが、生前に忠隆に宛てて遺言を残しており、その中で伊織の面倒を見ることを依頼しており、最後まで弟を気遣っていました。忠隆としても、初の遺言を無視するわけにはいかず、初の死後も、伊織には500石の領地が与えられ続け、京極氏が末裔に転封になっても待遇は変わりませんでした。忠隆は跡継ぎを残さずに亡くなったため、京極氏は播磨辰の6万石に減封、さらに讃岐丸亀6万石に転封されますが、伊織は300石の領地を与えられ続け、子孫も丸亀藩主として続きました。浅井氏は、長政の祖父、浅井助政に兄弟が多くおり、彼らの子孫の血跡が混同されている可能性はあるものの、長政の血筋は、三姉妹以外にも全国各地で残ることとなったのです。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。今回の歴史ショックはいかがだったでしょうか。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴史ショックでは、Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。